皆さんこんにちは、ゆめです。今回はクリップスタジオペイントの購入方法をご説明します。買い方は2種類です。ダウンロード版で買う、パッケージ版で買う、どっちがいいかは完全に好みです。箱邪魔だしいらんわという方はダウンロード、箱があった方がかっけーと思う方はパケ版でいいと思います。ちなみにパケ版の場合、スタートアップガイドという説明書が紙媒体でついてます。これが欲しいか欲しくないかで決めてもいいかもしれません。この説明書はネット上でも見られますので、ダウンロード版で買った方もご安心ください。それから買い方についてなんですが、クリスタの買い方はソフト自体を買うというよりも、ソフトを制限なく使えるようにするためのシリアルナンバーを買うが正解だと思います。一応このことを最初に頭に入れておいてください。そしてまず購入前に体験版をダウンロードすることをお勧めします。自分のパソコンのスペックで動くかなという不安の解消にもなりますし、ちょっと思ってたのと違うなと思ったら購入を見送ることもできます。ですので最初は体験版のダウンロードからご説明します。まずパソコンを起動したら、インターネットでクリップスタジオと検索します。公式サイトを開きます。今回はプロの無料体験をしたいので、こっちをクリックします。するとダウンロードページに切り替わるので、 Windows の方は左、 Mac の方は右をクリックしましょう。ここを押した瞬間からインストローラーのダウンロードが始まると思います。ダウンロードが終わったらクリックして開きます。するとセットアップの準備が出てきます。次へをクリック、規約に同意しますを選択して次へ、インストール先を決めて次へ、言語もいろいろ選べるんですが、ここでは日本語にします。インストールが開始されるので待ちましょう。結構かかります。はい、クリスタがインストールできました。そうするとデスクトップにグレーの渦巻きみたいなマークがあると思います。これがクリスタです。早速ダブルクリックで起動してみましょう。なんかいろいろ出てきましたね。この画面はスタートメニューです。ニュースとかいろいろ載ってるんですが、絵を描くソフトはどこやーですね。ここです。この左上のペイントを押すとペイントツールが起動できます。ではプロの体験版を使ってみましょう。初回はこのような説明画面が出てきます。上の方に一部機能が使えませんと書いてありますね。これで体験版ダウンロード完了です。ちなみに体験版は保存ができません。他にもかなりいろいろ制限されてますのでご注意ください。次に製品版購入方法です。まずはダウンロード版で買うパターンからご説明いたします。ダウンロード版のクリスタを買うには、まず最初にライセンス登録が必要になります。ということでライセンス登録のやり方から説明していきます。上の方にあるヘルプをクリックしてライセンス入手を選びます。そうするとこのような画面が出てきますので、新規登録、そしてここに自分のメールアドレスを入力しましょう。すぐメールが届くのでメール本文のリンクをクリック、必要事項を入れて登録、
すべて登録が終わったらクリスタに戻り、メアド、パスワードを入れます。ログイン。すると、このようなページが出ます。ここからやっと購入の手順に行けるんです。ちなみに下は月額利用プランです。この動画は一括でガッと買う時の説明なんで上にします。すると今度はこのようなページに飛ばされました。プロが欲しい方は上、EX が欲しい方は下です。お金の払い方はクレカ、コンビニ、Amazon からお好きなものを選んでください。ここで購入するボタンを押してもすぐ購入にはならないのでご安心ください。なので一つ一つ紹介します。まず、クレジットカード。カード番号などを入力して、購入するを押します。購入するを押すと、もうその時点で購入したことになるので、ご注意ください。次はコンビニです。私はコンビニ支払いが好きなので、いつもこれにしてます。利用したいコンビニを選んで、お名前、お電話番号を入れて、購入するを押します。これもここを押したら購入決定になるのでご注意ください。最後は Amazon Pay です。Amazon アカウントをログイン。すると Amazon ギフト残高で買うことができます。私の場合、Amazon ギフ5000円がチャージされてたので買えますね。お支払い方法は以上です。ダウンロード版も買い方いろいろ選べるのが嬉しいですよね。お金を払った直後にメールが届くと思います。ここにシリアルナンバーが記載されてます。このシリアルナンバーは大切に保管しましょう。絶対他の人に教えちゃダメです。ではシリアルナンバーをソフトの方に入力していきましょう。起動後、ペイントを押すとこの画面が出るので、一番下を選びます。ここにシリアルナンバーを入力してください。私の場合はすでに登録済みなのでこうなってます。そして起動するをポチ。これで製品版クリスタ購入完了です。機能の制限が解除され保存などできるようになりました。パッケージ版の買い方の説明の前に少しクリップマイページに関するお話をさせていただきます。自分の名前やアイコンを変えたい場合は、プロフィールを編集。アカウント情報。ここでプロフィールとかいろいろ変えられます。パッケージ版の買い方の説明です。売ってる場所はヨドバシなどの電化製品店です。他にはセルシスさんの公式サイトや Amazon などのネットショップでも売ってます。パッケージ版の中身はこんな感じです。インストールガイド、スタートアップガイド、アプリケーション、DVD ロムですね。この3つが入ってます。もし何か欠けてるものがあったら、すぐセルシスさんにお問い合わせしましょう。パッケージ版のシリアルナンバーの場所は DVD ロムの右下です。では、DVD ロムをパソコンに入れます。はい、そしたらパソコン画面に行き、 DVD ロムを開いてセットアップをダブルクリックします。するとセットアップの準備画面が出ます。次へ、同意する。次へ、ファイルの場所を決めて、次へ。ここを押すと、インストール開始です。初めて起動するときは、ライセンス登録とシリアルナンバー入力が必要です。最初の一連の流れは、こちらのスタートアップガイドにわかりやすく書いてあります。素材やフォント追加のやり方も書いてあるので、よく読みながらやってみてください。シリアルナンバーに関して、絶対知っておいた方がいい情報があるので説明させてください。購入直後のメール以外でシリアルナンバーを確認する方法です。クリスタのスタートメニューの自分の名前をクリック。そして
クリップマイページを押します。そしたらご利用製品シリアルナンバー、ソフトウェアのダウンロードをクリックしてください。一括払いタブに購入した日が記録されています。なんとここからまたいつでもソフトをダウンロードできます。パソコンを買い替えた時でもまたクリスタを買い直したりしないで済むんですよ。とても便利なのですが、Amazon Pay でお支払いされた方、パッケージ版で購入された方は登録されてないので自分で登録する必要があります。クレカ、コンビニ支払いの方は自動登録されてますのでご安心ください。ではまず一番右のセルシス製品シリアル登録タブを選択。次にクリップスタジオを選んでください。ここにお手持ちのシリアルナンバーを入れてください。入れ終わったら登録をします。これでクリップマイページにシリアルナンバーが登録されました。私も最初はパッケージ版で買ったので自分でポチポチ入れました。このような情報が書いてありますね。ここからは以前プロを買ったけど EX にアップグレードしたいという方向けの説明になります。普通にまた別個に買うより全然お得なので、今はその予定がない方も一応覚えておくことをお勧めします。自分の名前、クリップマイページ、左側の一番下の開催中のキャンペーンを選んでください。そうするとこのようなページが出てくるので、申し込みに進む。私はもうすでにアップグレード済みなのでこうなってますが、まだの方は申し込むになっているのでそこを押してください。その後はお好きなお支払い方法を選び購入します。すると EX のシリアルナンバーが書いてあるメールが届きます。そのシリアルナンバーをクリスタに入れてあげると EX にアップグレードできます。以上がクリスタの買い方です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。